はい、速稼塾の久保でございます。私のねプランクも、まあ、いよいよ1週間を終えて2週間目に入るんですけども、なんとか2週間目の間にですね100秒プランクをちょっと突破したいなと思っております。まあ、このプランクももともとはですね60秒でそれで1週間やってみようかなって思ったのがスタートだったんですけども、100日やろうが1000日やろうが必ず1日目ってのあるわけなんですよ。で1日目の時にね1000日やるぞっていう風に気合を入れちゃうと挫折も早いし、1日目の取り組みっていうのがねどこに設定しようかものすごく迷うんですよね。まあ、ですんで私はですねこれなら絶対大丈夫だろう、絶対できるだろうみたいな継続期間っていうのを最初に甘く設けておくんですよ。1週間ならできると思うんですよね。60秒だったらできると思うんですよ。でやってるうちに60秒が慣れていって70どうかな、70秒に挑戦しようかなって気になるんですよね。で70秒ができてみると、あれまだいけるかもしれないなと、じゃあ80秒やってみようかなっていうので1日ずつ10秒ずつ伸ばしていって、である程度のところで止めるんですよね。例えば私の場合は1週間目は90秒をマックスと設定したんですよ。で2週間目の間にあと10秒伸ばしてみようかな、100秒でいいやっていうふうに設定したんですよね。でおそらくですけども3週間目にはおそらくですけども120秒という形で2分を突破できるような、そんなねタームになってくるんではないかなと思います。こういうふうにね私の場合は無理なく継続できる日を設定して、で終わりを設けるってことですね。必ず終わりを設けます。そしてその終わりを新しいスタートに設定するかどうかはやりながら決めていくという方法で、もう本当にねびっくりするような長期間も完成させているということでございます。まあビジネスもそうだったんですけどもね、100回を目指していって100回ができるようになったら500回できないかなっていうふうに、500回をクリアしたら1000回できるだろうみたいな感じでね、1000回できたらこの1000回をワンセットとして1万本できないかなっていうふうに展開させていくって形ですよね。そうするとね数を追うのって結構楽しくなってくるんですよね。まあ、私の場合はそういうふうに、モチベーションを自分で作るような工夫、内側から出るような工夫をしています。それがね、ガチンコマッチョクラブの派生したメタボ47にも今通用してるんじゃないかなというところですけども、皆さんいかがでしょうか。さあトレーニングね、やらなくちゃいけないことは分かってるんだけども後回しにしちゃいますよね。私のやってるトレーニングっていうのはたった1分ですからね、でかけて2分ですから非常に長いようで短い2分ですよね。1日24時間の中で1分や2分どうしてもね空っぽにできる時間が取れないってことはないと思うんですよ。その中でやっぱり自分のやるべきこと、これはね私10年後の肉体を作るためにやってますんでね、10年がかりの挑戦の、まあ、まず最初の初歩の初歩だということでございます。こんな時にねガチンコマッチョクラブみたいな私のやってることを見てくれる人がいるっていうのが何よりの励みになります。皆さんこれからもね見守ってください。そしてできれば一緒にやりましょう。それでは失礼します。